いつでもグースカービー星のカービーけど本当は強いよ本当かな。おい玉コロ、激ムズ玉コロやらせてくれ。玉が転がしたくてしゃあねえんだよ俺とカービーちゃんはよ。オッケー、じゃあ激ムズ星1やってみようか。これさ、やっぱそのゴールドに当たったら終わりってことなのかな。まあいいや、やってみようカービーちゃん。ほい、いやまあここまではね、ここまでは通常通りだけど、こういうこと？こういうこと？いやおい、こんなもんじゃよ俺とカービーちゃんの玉コロ欲は満たされねえぜ。ここはちょっと慎重に。いやまあこういうことだわな。いやレベル3をクリアした俺とカービィちゃんにとっちゃこんなもん。はいゴール。いやおいおい天守、これで激ムズを歌ってんのかお前。あこれ20秒以内にクリアしたら500コインもらえるの。え、それやってみようかカービィちゃん。軍資金をね得とこう。生意気にこれ参加料取られるからな。玉コロ急げ急げ、20秒以内でしょ。9 10 11 12 13 14 15 16 17、いける、18 19、危ねえ、よっしゃー。おい金出せ金出せ、おい500コイン、おいいただいていくぜ。次からは相手選んで玉コロ挑んでくんだな。おいよっしゃ、星2も行かせていただこうか。玉コロ嵐。ああなるほどね、そういうそういうことか。面白くなってきやがる。ここはまあとりあえずこうだろ。で左側に、あここむずいな、こういう、あっなるほど、面白い、やってくれるじゃねえか。はい、こうしてここだな問題は。いくいやでもいけなくはない、絶対いける絶対いける、こんなもんタイミングだわ。こうでしょ。まあまあここはもうね楽々突破、突破率 100% よし。で待てよ、あっよし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 、油断するな油断するな、よし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 、でで取ったも同然よ、よっしゃー次の玉コロ持ってこい、激ムズ、本当に激ムズな玉コロ出てこいやよしやるぞ、最終だなこれ、最終問題だな、して面白い、やってくれるぜ。こっち行ってみるか。で、こここうして、うん、繊細な手つき、なん、明け方の海のように静かに、そして嵐の日の波のように時に激しく、あその2つの緩急が大事。やべやべやべ、最初のとこ突破できてない。とりあえずここは突破したい、よしよしよし、OK OK OK、そして問題の往復ゴールドゾーン、このちっちゃいゴールドは一生この玉コロ内で終えるのか。ちょっとやべ、ゴールドのことなんて構ってる場合じゃねえ、ゴールドの身の上なんて考えて悲しくなってる場合じゃないぜ。俺とカービィちゃんこの玉コロ制覇するという、うよし、あー危ねえ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 危ね、よし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 、おいおい行っちまうぞこれ、クリアしまうぞ、おい天使天使ちょっと涙目なってんじゃん、おいはわわってなってんじゃん、はあ、来るな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 
そういうことか、オッケー。なるほどね。いやちょっと待って、最後のところ遅すぎてもダメだし早すぎてもダメだという。ああ、蝶のように舞い蜂のように刺すというが大事という。うおー、ちょっと待って、やばいやばいやばい、集中力が落ちてきてる。待てよ、ここは確実に突破できるようにならないと。いいよっしゃ、危ねえ危ねえ危ねえ。でここ上ルート行ってみる。上ルート、上ルートワンチャンないわ、ワンチャンないわ。上ルートはいたずらに高難易度コースを。危ない、あっ、危ない。もうあまたのカービィちゃんがこの闇の底で屍の山を作っているよきっと。おお、やばいやばいやばい、ちょっと待ってよ。うしうしうしうっす、まずい、イップス状態になってきてる。やばいぞ、五感を奪われ始めている。今まで当たり前にできていたことができなくなってきている。おっと、危ない。こうね、落ち着いて落ち着いて落ち着いていったら大丈夫だから。この所詮ドルジが作った玉ころ、人間様のこの俺に越せないはずがないってカービィちゃんも言ってました。あー、お、今です、今のタイミング。落ち着いて落ち着いて、あ、来ないで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 、はぁ、来ないでってば。あ、ほぉ、今です。しょしょしょ、はぁ、流れで行こう、勢いで行っちゃおう、勢いで勢いで味。なんで。おいあこうやったら飛ばないの、これ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 、このこれ、うんってやった、これ飛ばないのね。飛ぼうぜ、飛ばせよ、飛べる仕様にしとけよ。ビートルッテ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 テルテルテルテ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 テ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 レテテレ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 テテレテテ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 テレ、やだー、はーい、なんで、うっ、はーい、頑張れ頑張れ頑張れ頑張って、かわいいねー。ダメだ、ちょっと集中、集中力、
集中力が途切れている。はい。あ、ねえ、ここは楽勝。よし、ダンドだ、ダンドダンドダンダ、もういい、いける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 、うぅ、落ちるよこんなもん、落ちる落ちる落ちるんだよな、やだドルジュ、やだもう面白い、ダブルレボリューションテンティ、テレレンテ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 レレンテンテン、いやそこで落ちます、はぁはぁはうめえ、水がうめえ、やったやった、プレイ時間約1時間クリアしました、やったー、タマコロ制覇したぞー、よしやったよーカービィちゃん、すべてのコロコロタマコロカービィを激ムズでクリアしました、おめでとう。まさかすべての激ムズをクリアしてしまうとは、人間としての理性を失うところだった、もう少しで。あっぱれです。世界を冒険するほどのカービィさんには朝飯前だ。おい、なんかよこせ、店よこせ、この店よ、この店の権利書と土地をすべてよこせ。あ、レアストーンくれんだ、あ、ありがとう。え、1個、あ、3つくれた、やったー、ありがとう。あ、これ結構嬉しいな、レアストーンさん。あ、そんだけフィギュアとかくれんのかと思った、なんか俺のフィギュア、カービィちゃんの後ろで理性を失うランタンのフィギュアとかもらえるかと思った、なかった、やった、でもやった、嬉しい、タマコロクリアしたっぴー、やったっぴー、ハッピー星に帰るっぴー。よっしゃ、じゃあカービィちゃん、タマコロクリアしたこのノリで行っちゃおっか、レッドガル禁足地。いやもう正直タマコロでかなり体力を使い果たしているので元気な実況はお届けできないかもしれないけど、でも頑張るよカービィちゃん。うわすげえ、なんか物見やぐらがある、あ、ハイウェイもあるよ、あ、もう本拠地って感じこれ、お、すげえすげえ、砦だ、あ、もう砦全する、さすがワープスターちゃんですね、きたー、レッドガルの禁足地だよカービィちゃん、き
貧速地っていう単語がカービィちゃん出てくるとはね。ねえカービィちゃん、あ、ちょっと近そうだね、ここ見させていただいても、その辺かな、この辺かな。はーい、わーい。いや今さ、あの瓶詰めのケーキとか流行ってるじゃないですか。なんかあんな感じで瓶詰めカービィちゃんとか可愛いなとか思っちゃって、でもそれってちょっとサイコパスな発想だからやめときます。めっちゃ隕石降ってきてるカービィちゃん、やべえ、こんなところ砦にする。でもうちょっと住み心地いいところ、おお、なんだ、もうちょっと住み心地いいところに住めよお前ら、遠慮するなし。痛い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 、土地ならいっぱいある。ちょっとこいつ吸いたいな。よこせその針、ギザギザ触れるものみな傷つけた。なんかメロディー違うね。でもいいんだよ、カービィちゃんが歌えばそれが本物のメロディー。メロディーなんて人それぞれでいいんだよ。何高みにいるんだお前、シャンクスかよ、高みで待つな。ほらよいしょ、あ、サブドルジ、見張りのガルルフィ2匹倒すだって。俺がシャンクスって言ったからガルルフィとか言ってこれ。小田栄一郎戦を戦も小田栄一郎戦もピクッとしたよ今。お、沈んでる、地面が誘拐している、気をつけて。おお、隕石、あ、ちょっと、いや絶対ここ住むべきじゃないよ、砦立てる場所ミスりすぎじゃない、ビースト軍団。ねえ、もっといい場所あるだろう。ガルルフィー、ガルルフィー、いやもうこれカービィちゃんが何もしなくてもビースト軍団壊滅するんじゃないか。こんな最悪な場所で。おお、なんだウサピョン軍団、こっちに来い、こっちにおびき出して、よっしゃー、ウサギのロザ、危ない危ない、カビちゃん死んじゃう、ウサギ。足元の溶岩が見えてなかったのか、カービィ憎しの気持ちが足元の溶岩を見えなくさせた。よし OK、 サブドルジー、これで、てかドルジーまだいねえな、危ない危ない、ナチュラルドルジーがいねえな、まだ見当たってない。お、ピース、ピースを集めて、え、めっちゃ降ってくる、ピースめっちゃある。あ、待って、この上に絶対、これ絶対ピースだろ、インピース羅針盤なんて絨毯。おー、ドルジだ、ファーストドルジ発見。いや、こんな割と進んだとこでやっと1ドルジってことは、多分後半てか多分雑に置かれたドルジが絶対一人はいるこのステージ。予言しとくよ、絶対ちょっと置き場所に困って雑に置かれてるドルジがいると見たんだけど、このステージ期待しといてくれみんな、雑に置かれたドルジが現れる。さて、ウサピョンがいるね、溶岩のそばでピョンピョンと跳ねているね。そしてまたこれか、またゲーセンのお菓子を落とすやつ。え、ちょっとこのホラー穴なんもねえの、横穴的な、こっちか、あ、こっちなんかありそう、カービィちゃんの冒険心がとどまるところを知る。あ、カービィちゃんちょっと待って、え、なんもないのこっち、嘘でしょカービィちゃん。嘘、なんもねえの、嘘、え、じゃあこの意味深な横穴何、ただの横穴これ、ただのスタッフの遊び心、いや、いらーぬよそれ、いらーぬ横穴あぬ三世だよ、もぐもぐ、あ、こっち側とかなんかあるんじゃね、ないの、おいおい、裏切ってくるね期待を。ってことはこのモグラをとりあえず得て、このピカピカ地面掘ってみよう、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワン、ここ掘れ、金じゃ金じゃ、もう金は掘り当て飽きたの。おー、ドルジ、あ、でもこいつはそんな雑ドルジじゃないな、ちゃんとこのフェンスに囲まれてね、隠す気概があるドルジ、これは雑ドルジではなかった。だが残り2匹のドルジのうちどっちかは絶対雑に置かれていると思った、それに俺は100億ドルをかける。バク君、あ、何この横、あの、ノディがめっちゃ寝てるが、ノディーね、横穴を通り、お、金だ金だ金じゃ、秘密の抜け道じゃ、金はもういらんわ。金を掘り当て飽きた花坂じいさん、もう金なんていらん、欲しいのは若さじゃ。
やだなそんな花咲かじいさん。おい待って待って、ここもなんかありそうだ。金かまた。金じゃ金じゃ、金よりもっとええもんが掘り当てられんのか。金じゃ金じゃ、あっはっはっは、飽きるほど金が手に入るわよ。なんだこの横道は。なんか痛い痛い痛い、ちょカービィちゃんに隕石をぶち当てるな。カービィちゃんは地球じゃありません。うお危ね、チャタツマーシン、チャタツマーシン、イノスケだ。危ない、よし回避して、あここは潜ってベイベー、潜ってベイベーして、あここ行けそうだね。裏道いっぱい見つけちゃってカビ。いやドルジがいねえな。いやまあ確かに雑置きドルジである必要があるから、今のところにいたら雑置きドルジじゃなくなってしまうというところはあるけれども。おなんだこれ、あ沈んでいく、沈みつつも掘る、金は得る。何このギミック、めちゃくちゃ土地を破壊していくじゃん。どんどんビースト軍団の本拠地が沈む。あこれはこの金の、おお、あドルジ部屋だ。ってことはここ雑置きドルジがいないだと、これはどういうことだ。おあ、あなるほど、ここでピース集めるんだ、そういうことじゃ。いや待って、でも雑置きドルジじゃなくない、これも待って、これでドルジが出たとしたらあと残り1なんだけど、残り1が雑置きドルジである必要があるんだけど、じゃないと俺100億の勝負に負けちゃうんだけど。ジャックオバクタンは負けちゃうんだけど、100億の勝負に。頼むぞ任天堂、オッケー、ドルジだね。まあ絶対ドルジだと思ったけどね。だからラス1のドルジがきっと雑だろう、雑に置かれたドルジなんだろうけど。はいゲット、さあこのラスト一つのドルジに俺の生活は。ここ何、ここ潜っていくのか、なんか金があるぞ。おお、いやガチャポン、ガチャポンもめっちゃ手に入るな。そしてここにラーメン二郎、オッケー、生活習慣病上等、生活習慣病上等の太り方をしていくぜ。あーすげえ、あこれマグマ消せるんだ、へえ。いやどんな水、ラーメン二郎のスープってすごい。規格外だよ。おおお、あまたスープ、またスープ注ぎ蛇口が含んでおくか、グビグビ、癖になっちゃうね、毎日通いたくなっちゃう。おなんだ、あえ待って、あそこにドルジが嫌がる、おいちょっと雑置きじゃねえじゃん、嘘だろ。てかこれどうしたらいいの、え、これはどういうこと、沈んで、おおちょっと、あっあっ、なるほど、火山弾に水、あーそれで地面を壊さ、いや待ってくれ、おい雑置きドルジじゃねえのかよ。めちゃくちゃ凝った置かれ方されてるドルジだった、バカな、100億の勝負に負けただと。いや待ってくれ待ってくれ、ちょっと待って、100億を失ったとしてもあのドルジは俺は失いたくない。ちょっと、ああオッケーオッケー、これ扉入れ直したらもう一回挑戦できるんじゃないか、今のギミックに。なにー、戻ってないだと、はあ、100億を失い、そしてラストドルジも失ったというのか、俺は圧倒的敗北だー。だがお前たちは救ってみせる、スターのレシートはマジ長いちゃん。原点回帰、ここに来て、いやちょマジあの最後のドルジ悔しいなー。いやでもあれ初見結構無理じゃね、初見であれに気づくの割と無理くね。ブリザー、おーかっこいい、王冠みたいになってる、え、おしゃれだねカービィちゃん。それ氷一個ペロペロしてもいい、最近暑くなってきたからさ冷たいものペロペロしたくなっちゃうんだよね。おおすげえ、あ射出している、あーこれ強そう。てかなんかアイスってさ割と優遇されてない、今作なんかギミック多くない、敵凍らしたりさ。いやなんかこのダッシュ攻撃もそうだし、なんか移動がこの
アイススケートみたいになったり、ガードが無敵だったり、これね、あ、トゲトゲになってる。いや、アイスなんかギミック多くて優遇されてる感がある。アイス好きな人が多いのかな、スタッフの中に。劣化行く道、劣化行く道を行くカービィちゃん、しますか、見届けますか、カービィちゃんの波動を。オッケー、行くぜ。あ、カッターだ、サーキブルだ、よいしょ、地面からよいしょ。サーキブルの肛門を2つにしてやる、ツインドリル。あ、むしゃ、肉だ。敵の守るお肉を2ついたら、これ何の肉、ドルジの肉かな、それだったらやだな。あ、出た、ホワイトニングザル、やたら歯並びがいい猿。おー、そしてホットドッグ守りし者、あぶね、あの猿はホットドッグ守りし、金じゃ金じゃ金が、あ、ワニャっとるぞ、おい、ワニャ声が聞こえる、やめろ、おら、あ、あー、いるいるいる、鉄格子越しに、あ、いてててちょっと待って、ドリュー、鉄格子越しに、え、そこで何してんの、趣味。あれ、こっから行く感じかと思ったけど、道がね、え、別の場所から行くってことか。でもそのこんなこれ見よがしに、危ねえ、熱い、危な、熱い、これ見よがしにドルジを見せつけられて、爆弾を、あ、ちょっと爆弾を投げるな、そんなぽいぽいぽい。あ、待て、ここ行けそうだ、脇道があるぞ、いエスカルゴン、あ、アニメ版のデデデだよ。あ、なるほどね、これでドルジルームへ直行、ファースト、お、5人もドルジがいるぜ、この劣化行く道に5つ後か、お粗末ドルジ。あ、待って待って、掘れないんだな、掘れない、危ないね、掘れない地面も、あ、あ、待って待って、命を無駄にするな、よし、命を無駄にしなかったところで、この上、あ、待てよ、いけるぜ、この建設中の足場、ガシャポン、ガシャポンを手に入れ、この上は、お、ローストチキンとガルルフィ、あ、危ねえ、あ、これ守るお肉だった、なるほどね、帝京平成大学のここがすごい。それゾロだからルフィじゃなくて、いっけータイムクラッシュ、説明しよう、タイムクラッシュとは時間の動きがゆっくりとなった中でカービィちゃんだけは従来の速度で動けるという、まさしくチートにふさわしい。あれ、お、そんなことが、カービィ、アイス、アイス、マジいろいろできすぎじゃない、こんなことまでできんの、マジか、溶岩の上歩けるんだアイスだったら。あー、でこれ壊して、あ、ドルジだ、セカンドドルジ、セカンドドルジ手に入れさせていただいたぞ。そして、なるほどね、そういうことね。いや、アイス能力このフィールドに特攻なのでは。あ、そして金網の下にガシャポン、ガシャポンって言ってほしいな、カービィちゃんに。俺が代わりに言っとくね、ガシャポン、かわいい。おお、何これ、おいおい、なんだこの自然物じゃ絶対ない、長っ、ゴルボー、長、このゴルボー、業務用ゴルボーだ、アスクルで頼むやつ、痛い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 、ちょっと待ってよ、お、ドリンク、グビグビいただくぜ。あ、ちょ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 、待って、あ、乗らないといけないの、はいはい、こういって、おお、とんがりコーンハウス、久しぶりだな、なんかとんがりするの、とんがり、おー、危ねえ、やめろ、ピンポイント隕石やめろ、あー、こういうことね、はいはいはい、ドルジベア、ドルジ、お友達来てるわよ、あ、お、お、あー、入れないのか、横幅が広いわ、横幅が広くてカービィちゃんじゃ入れない、お、なに、あ、ワニャリ、あ、時間制ワニャリだ、オッケー、あ、これはこのこれや、この行くも帰るも分かれては知るも知らぬも大阪の席ってね。で、あ、次はこっち、あー、ロッカーを頬張って
頑張れカービィちゃん、頑張って、カービィちゃんの口頑張れ、カービィちゃんの口角頑張れ。あれ待って、ちょっと大丈夫、あれ止まって、あーよし、オッケーオッケー、あ、やばい時間が、やべえぞ、ナダルだ突然出てきたナダル、頑張れ頑張れ頑張れ、間に合うこれ、いけるいけるいける、やべえ、よっしゃー間に合ったな、ピカチュウ、ドゥルル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 、それパラセクトじゃな、ピカチュウじゃなくてパラセクトじゃな、ほら凍らせ、お、なんだドルジがいるぞ、おもむろにドルジが、え、これはどういうことだ、上から、あ、なんだこっち雑ドルジだ雑に置かれたドルジだ、やったー、あぶやぶやぶ、いやなんか雑ドルジ見るとホッとするな、なんか知らないけどあんまりね、やっぱ凝った仕掛けばっかりだと、あ、なるほど、こういうことだったんだ、あんまり凝った仕掛けのドルジばっか見ると疲れるっていうのはあるよね、やっぱね、こういうたまーに雑に置かれたドルジがいることで息抜きになってるんですね。いや長くね、このステージ一定な、しょうガビちゃーん、てめえ許さねえ、胃袋で消化してやるカビちゃん、あーなるほど、こういうことか、これで大砲を処理していくと、兵器は廃止だ、兵器は廃止だ、こうやってちょっとずつ兵器を廃止することで平和な世界を作っていくんですね。あ、デンジロー、ちょ、このデンジローマジで重宝されるな、デンジロー好きな、デンジロー頬張り好きだな、スタッフがなんか絶対1エリアに1回はデンジローになってる気がする。 OK、 この風車を回せってことかい、あ、あ、あ、なるほど、この台座ごと回るってことだね、メガネ食い、あ、デンジローだ危ねえ危ねえ危ねえ、ほらインテリクールキャラになったデンジロー、デンジロー先生の先生をつけるわ、これは、あ、待て待て、この右側に何かありそう、ジロー勝手なキャラ付けしないで、デンジロー、オッケー、そんでこの先にドルジか、あ、違う、風車だ、めっちゃ回させるね風車、え、何、お、なんかせり上がって、お、そしてドルジあっちあっちの鉄板の上にドルジ、早く助けてやらないと、ナチュラルにファラリスの推し状態になっている、え、これもしかしてバンジーですか、イエスイエスイエス、ぐっ、危ねえ、よしナイス着地、なるほど、これでデンジローじゃない、出て出てドルジを迎えに行けってことね、出て出て、デンジローとドルジちょっと響きが似てる、迎えに来たぞ、あちあちドルジ、大丈夫か、あ、 A ボタンか、そういうこと、こうしてこうしてパカリー、ドドドドルジー、グッバイ、君はドルジーじゃない、そうだよアドルディって言うんだよ、ドルジじゃなくて、オフィシャルヒゲダンジズムさんの言う通りや、言えてね、あ、こんなとこに風車が、怪しいと睨んだ甲斐があった、あ、ガシャポンか、おー、そしてサブドルジ、サブドルジミッションだったってわけか、一本取られたよ、俺の肋骨渋滞じゃないか、オッケー、ゴール、いやー今回も楽しく実況できたね、あ、あそこに的があるぞ、なんだあれ、サブドルジか、おい当たれよ、カービィちゃんが狙ってるだろうが、カービィちゃんが狙ってるでしょうが、お前から当たりに行こう、接待をしろ、よし、オッケー、お、なになに、なんか来た、なんか来た、お、あ、設計図だ、なんのスペースレンジャーの設計図、何か感想を言え、ノブじゃ、ノブじゃノブじゃノブじゃ、わしはノブじゃオッケー、というわけでクリア、おー、パーフェクトドルジじゃん、久しぶりの、やったね、初見でパーフェクトドルジを達成できるとはなかなかの強者よ、よしよし、これで2ステージ目クリアでございますね、いや、 やっぱラストステージなのかな、ここ、なんか雰囲気的にね、佳境な感じがあるよね、おー、スペ、あ、ねえねえ、なんかかわいい
じゃあ宇宙飛行士のやつじゃん、カービィちゃん。宇宙兄弟じゃん。え、これめっ、え、これめっちゃ可愛い。めっちゃ丸い。え、似合う、カービィちゃん、それ。え、これ可愛くね。でもスペースレンジャーカービィちゃんめっちゃ可愛くね、これ。丸。その頭のポンポン何？そのアンテナ何？お、あーすげえ、ビームになってる。へえ、あ、ショットがビームに。なるほどね。え、可愛い、これ。タメは？タメはどんな感じ？おおー、すごい、何かが発生している。何かのゾーンが領域展開をしている。あー、なるほどね。え、てかビジュアルがめっちゃいいわ。技の性能よりもビジュアルがすげえ気に入った、これ。あ、なにこれ。あ、すげえ、なんか弾出せる、いっぱい弾出せる。カービィちゃん自身もめっちゃ丸いのに、さらにこの場に丸を増やせる。かわいいな、これ。すげえいい。